ジカワエイノは、日本の映像作家、映画監督。広島県広島市生まれ。広島市に拠点を置いて活動。広島市生まれ。広島県立国大寺高校を経て、明治大学政治経済学部卒業。カナダのバンクーバーフィルムスクールで、本格的に映画を学ぶ。ディスカバリーチャンネルアジア、ウォルトディズニーテレビジョンで、多くの番組にプロデューサー。 ディレクターとして携わる。その後、映画監督の岩井俊二に指示し、日韓 W 杯ドキュメンタリー、6月の勝利の歌を忘れない映画、花とアリスなどに参加する。映画を中心に、ドキュメンタリー、テレビ CM、ミュージックビデオなど幅広いジャンルの映像作品を手掛け、その国際色豊かな経験から、ユニークな作品を作り出している。 2009年7月1日タイマーイバー、ピクチャーズ株式会社を設立。初監督作品映画、ラジオの恋は低予算で制作された作品にも、かかわらず、広島で記録的なロングランとなり全国公開へと展開した。映画、シネマの天使は、広島県福山市に122年続いた映画館、大黒座が閉館することが、きっかけとなり、作られた作品。 2018年4月21日、映画、恋の花シアターが、島全部で、大きな祭り第10回沖縄国際映画祭で、初上映。2018年9月7日、映画、恋の花シアターが、広島先行公開。2018年9月24日、映画、恋の花シアターが、広島国際映画祭2018、広島平和映画賞を受賞。 2019年7月15日、映画、彼女は夢で踊るが、横川シネマで広島先行公開予定。ありがとうございます。